のためには何が必要かっつったら、これは日本製品を日本国で作られた、そして日本の労働者によって作られた製品を日本政府が買い上げていくってことをやるべきだと思ってるんです。これって普通にあるんですよ、政府調達っていうやり方で。アメリカとかは数百兆円レベルで国内産品を買いまくるんです。それによって何が生まれるかって言ったら、当然政府が作り出す需要、それだけじゃなくて、賃金が高くて安定した労働が提供されていくんですよ。それはどれぐらいの幅かって言ったら、オフィス家具からヘリコプターのブレードとか、さまざまなもの、政府が必要としているもの、パトカーもそうかもしれない、いろんなものですよ、鉛筆一本に至るまで、そういうものを買っていきながら産業の後押しをしていくってことも必要なんですね。今は日本は 10兆円程度かな、どれぐらい、9兆円、9兆5600億程度しか出してないんです。あまりにも少ない。30年の不況で日本の産業を空洞化させた上に、で働き方も不安定にさせていったのに、ここにもっとお金をつけていきながら日本の産業をしっかりと、復活させていくっていう道のりが非常に必要だと、このことを国会でもね指摘したんですよ。指摘したんですけど、この時にメイドインジャパンを買いまくれと、アメリカでは当たり前のようにされているような政策ですよ、これを言った時に何と言ったかってことですね。彼が出てくるかな、どういうやり取りになったかってことですね。今私が言ったようなことをですね、岸田総理に直接言ったんですけれども、ない、あ、動画がある、その時の岸田総理とのやり取り見てもらっていいですか、すいません。はい、山本太郎さん、はい、中国から輸入途絶で日本経済大打撃、でも一方アメリカは大丈夫だって、国内供給力の強化進めてるんですね。アメリカ政府は毎年6000億ドル78兆円レベルで政府調達、ヘリコプター部品からオフィス家具まで国内製品爆買いしてます。それにより生産基盤強化、良質な雇用を増やして賃金上げていく、さらにバイデン政権メイドインアメリカ法、バイアメリカン計画を推進中、2020年末までに成立した関連予算だけでも今後5年から10年で総額245兆円を国内製造強化やインフラ投資に費やすと。令和3年日本の政府調達いくらですか、額だけ教えてください、額。吉田篤史内閣官房行政改革推進本部事務局次長。お答えします。令和3年度調達改善の取り組みに対する点検結果のにおきまして、令和3年度の国の調達にかかる契約金額の総額は10兆1696億円となっております。山本太郎君、はい、しかも外国製品の調達が大きい、額自体がちっちゃい、これ経済再生させるっていうんだったら10年はアメリカと同規模のバイジャパニーズ計画やっていただく必要があるんですけど、いかがですか。岸田内閣総理大臣。言うまでもなく日本にとって中国は経済関係、大きな経済関係を持つ存在です。日本中国とも建設的な安定的な関係を維持していく、こうした方針を明らかにしています。経済においても引き続き関係意思疎通を図っていきたいと思っています。山本太郎君、はい、全然答えてない、やる気ないじゃないですか。アメリカの軍事企業への貢献と国内軍事産業の育成には短期間で60兆円以上出すこと決めるのに、食の安保にも興味なく酪農家や農家を廃業に追い込み、中小企業も増加する、30年のこの国を壊した衰退させた原因は自民党にあるんですよ。どうしてあなたが再生させようとしないんですか。やってることが間違ってる。この予算には賛成当然できません。ありがとうございます。もう何喋ってるかわからないでしょ。あ、私の方じゃないですよまあ字幕がついてたので総理が何言ってるかはわかると思うんですけれども、言ったことに対しての答えとして何言ってるかわかんないっていうね、多分自分でも何言ってるかわからないと思うんですよ。だからこれで国会で議論してる、皆さん国会で議論行われてると思ってるでしょ。違いますよ、議論なんて行われてない、ただ時間が経過するのを待ってるだけ。その時間の経過を例えば私みたいなややこしいことを言うやつらはとっとと潰していくために、要は時間を消化していくために長く長く答弁して潰していくとかっていう、だから本当にこの国に生きる人々のために今何が必要なのか、私あなたの考えていることは分かるけれども私はこうやりたいんだよって、でも君の中にもいい部分はあるかもしれないから検討ぐらいはするべきかもねぐらいのやり取りがあったらまだ分かるんですけれど、そんなもの一切ない、全然関係ない、向こう岸でなんかやり取りしてんのかみたいなやり取りが続けられてるのが国会なんですよ。もうこれ終わりにしないとダメだってことですね。